こんにちは、クレポンです。アンナです。いつもアップルスタイルの動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。前回ですね、あの円安でアップル製品がちょっと高くなっちゃったっていうのと、新型の iPhone についてお話をしました。で結構ね高くなっちゃったから、びっくりするぐらいのね価格差だったよね。だからなんか今後ね、あの iPhone を使っていく上で新型にすぐこう買い替えをするっていう人より、中古とかを選んだり、壊れてもね、今のその端末を修理して使い続けるっていう人が増えるかもねっていうねお話をしてたんだよね、長く使いそうな人が増えそうだよねっていう話ね、そのアップル製品が値上がりしてるっていうことは、修理するその部品とか自体もその値上がりしてるんじゃ、修理代がね、ちょっと上がってるんじゃないかなっていう、作る部品がね値上がってるからそうなってるんだよね。今回はアップルの修理金額が、だいたいどれぐらいなのか、もし、いろんな保険、アップルの保険とかもあるけど、もしいろんな保険に入ってたら、ね、どれぐらいになるのかっていうのをちょっと調べてみましたので、それをお伝えしていこうと思います。はい、ちょっと新しい企画だね。はい、まずはもうメーカーのね、アップルの修理金額を調べていきたいと思うんだけど、クレポン、修理ってしたことある？はあります、あります。でも結構前かな。故障はどんな感じ？破損？あの画面割れ。ああ、画面が割れてた。そう、正直私も多分修理したことあるのは、5とかの時代、丸ごとなんかこう取り替えてもらったことがあるんだけど、それが多分3万とかと、本体も高いわけだから、そうだね。正直例えば今使ってる12プロとか13プロがいくらになるのか全然想像つかんだけど、じゃあクレポに質問です。やばい、なんだ。アップルの提示している iPhone 13 Pro が本体を丸ごと取り替えなければいけない修理が必要だった場合、おいくらでしょう？1、59,400円、2、83,800円、3つ目、102,400円。8万ぐらいするんかな。8万だったらでも機種代ぐらいだな。1、はい、59,400円。はい、正解は2番。13プロをもし丸ごと何かこう壊してしまって取り替えなければいけなかったら83,800円。めっちゃ高い。さっき私3万だよねとか言ってたのに信じらんない。信じらんない、そうだよね。でも冷静に本体が13、4万するもん。それが何の保証とかも入ってない時にってことだよね。そう、本当にもうただ買って、保険も何もつけてなくての状態で、なるほど、しかも丸ごと取り替えなければいけないっていう状況ね。あ、なるほどね。で一応バッテリーとかディスプレイの交換も、バッテリーの交換をしたいってなった場合は、9,800円かな。それは機種関係なし、10以降、iPhone X以降の機種だと9,800円。なるほど。で、それ以下のモデル、SE3 も含む、だから 4.71 とかのモデルも含むんだけど、その辺は7,500円。画面だけで直る修理だったら、13プロだった場合は42,800円。画面だけでもそんなにいくんか。すごいよね、画面大事にしよう。そうだね、本当にちゃんともう守らなきゃ。そう、5万円の価値があるってことだよ ね、やっぱね。そうだね、そうだ。怖いな、なんか持ち歩くの怖くなっちゃった。これを考えたら、多分保証ってなんかね入っておいた方がいいのかなって思うね。ね。うん、で、アップルとしては一番推奨というか、おすすめしてるのが、アップルさんがやってるアップルケアプラスっていう保証、アップルケアプラス、超有名な。なんかだいたい買うときにアップルケアプラスに入りますか、っていうのがオンラインストアで出てきます。アップルケアにもし加入をしていた場合、金額、いくら1回の、その修理に払わなきゃいけない金額が、例えばさっきの画面の交換をした場合、さっき、13プロで4万2000だったのが、なんと、はい、
3700円で済みます。いや保証って大事だな。画面だけじゃなくて、あの、ね、水に濡らしても使えないっていう場合は、うん、本体は本体をじゃあ丸ごとね、うん、交換しなければいけなかった時には、うん、さっき8万3000円だったところが、うん、なんとお値段、はい、1万2900円でございます。7万も安い。やばいですね、それは。いやこれすごいよね。これ多分長く使うんだったら、うん、保証入ってた方がいいな。そう、 iPhone の Apple Care で修理をするってなった時の値段はその2パターンってことかな、うんうん、基本的にはそうだね。基本的にはそうなのか、うん、Apple Care を適用できるその内容っていうのがやっぱりどうしてもいろいろ条件はあると思うんだけど、うんうん、基本的にはその画面が割れただったら3700円、うんうんうん、本体をどうしても交換しなければいけないんだったら1万2900円で適用ができるっていうことだね。そうなんだ。安い。もう全然違うじゃん。これ入っとくべきだよね。そうだね、うん、でただこれ、うん、アップルケア自体に入るのもお金いるよね。そういりますね。加入の時の金額っていうのがいります。で、まあ、アップルのサイトに書いてあるんだけど、うん、機種によって、うん、あの加入の金額変わってきます。はい、はい、と2年間のプランと月払いのプランがあって、うんうん、はい、で iPhone 30 Pro だったら2年間で、うん、29,800円のに、2年間分の保証として29,800円。そうです、2年間の間はちゃんと保証してくれる、その29,800円払っておけば最初にね。まあ、もしくは月払いで、うん、1480円、1480円か、1ヶ月にまあこう払い続ければまあ、ずっとね。なるほど。あの使えるっていう感じかな。で、Apple Care Plus の保険以外にも、はい、うん、モバイルの保険が、スマホのその修理代金を保証してくれる、うん、はい、保険が結構世の中にねあるよね。 その中から、はい、私たちが勝手に厳選した3つ、はいはい、あります、はいはい、で1つ目がモバイル保険、はいはい、で2つ目がスマホ保険、はい、で3つ目がアメリカンエクスプレスカードに付帯してるそのスマホの保険みたいなのがあったので、ちょっとこれについてお話ししていこうと思います。はい、でまず、はい、モバイル保険。モバイル保険と1契約で最大3端末、うん、1個が主端末で、あと副回線が、うん、2つまでの最大3端末まで保証される、うん、これはいい。これすごいよね。いやすごいすごい、なかなかないと思う、うん、ね、うん、年間最大10万円まで、うん、保証してくれるっていう内容かな。10万円までだったら、うん、さっきのもねカバーしてくれるよね。うん、なるほど。自己負担がないんだよ。そうなんだ。そう、自己負担金がないから、そのさっきのアップルケアとかだったら、うん、まあ、3700円ないし1万2900円っていうのは必ず払わなきゃいけなくて、それは返ってこないものだったんだけど、うん、モバイル保険っていうのは、まあ、1回全部支払って立て替えるんだけど、うん、それは全部かかった金額を返してくれるって、うん、いやこれすごいですね、うん、いいいい。これって保険料とか、うん、びっくりなんだけど、うん、月々700円。うお安っ。そう、700円で3端末ってすごくない？いやすごいすごい、めっちゃいいねこれ。月額700円。で、まあ、その10万円っていうのが、うん、まあ、あの全部にカバーされる、その3端末全部に10万っていうわけじゃなくて、うん、いろいろ条件もあるし何回適用とかっていうのもいろいろあるんだけど、うんうん、でもわりかしコスパはいいんじゃないかなって。あ、いいと思います。で、一応これモバイル保険と言いつつ、うん、Wi-Fi ルーターとかも、そう、一応登録条件に当てはまるものであれば、へー、そう、いけるらしいよ。その金額でいろんな端末をカバーしてくれるっていうのと、うんうん、自己負担分がないっていう部分ではいいかもね、うん、このモバイル保険のデメリット的なものあるかな。まあ、一応これあの新規で、うん、端末を購入しているっていう購入証明書が必要だったりとか、うん、あの加入するときにね、メーカーがその製品に対しての保証を、うん、あの付与できてるよっていう、まあ、要は新しいものだよっていう状態が分かる条件がないと加入できなかったりとかするから、うん、オークションで落としたりとか
ああメルカリとかね、うん、そう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 、フリマで落としたりとかっていうものは一部適用されない場合があるので、よくよく、うん、注意だな。そう、そこはきちんとそのモバイル保険のページを見ていただいて、うん、これが当てはまるのかどうかっていうのはご自身でお調べいただいた方がいいのかなと思います、うん、はい、では2つ目、はい、スマホ保険。スマホ保険、はい、これも似たような感じなのかな。これねでもすごいんだよ、うん、安い、月々、うん、なんと200円からそう入れる、入れる、これ爆安だな。爆安、こんな保険あるんだ。そう、一応プランがあって、はい、今ライトプランっていうのがその200円で入れるっていうものなんだけど、うん、まあ、それでもね十分な保険だと思うね、うん、でスタンダード一般的なさっき の、うん、モバイル保険と同じような、うん、条件を欲しい場合は470円でも470円だ。安い、それでも。一応言うとその保険金額は1事故あたり、うん、最大10万円、うん、あ、そこは限度が一応あるんだ。でも10万あれば全然余裕じゃない、うん、余裕だやっぱり、うん、とスマホ保険に関しては、うん、自己負担額があります、はいはい、3000円。3000円だったらその Apple Care の画面割れ修理より安いね。安い、月470円の激安で、うん、しかも10万円まで負担してくれて、うん、自己負担額はまあ3000円あるけどっていう感じか、うんうん、とスマホ保険 の、うん、保険期間っていうのは、はい、1年みたいです。うん、はい、まあ、一応基本的に掛け捨てだからいつでも解約はできるんだけど、はい、うんうん、1年間でその後は自動更新。うんうん、なるほどです。はい、うん、じゃあさ、スマホ保険って悪いとこなくない、うん、ね、まあその自己負担金がまああるっていうとこもあるんだけど、うん、一つすごく大きいポイントとして、うん、これ格安SIMであれば加入ができるんだよね、うん、なるほどね。つまり、どこも、うん、まあ、アハモも含む、うん、と au ソフトバンクを利用している方は、うん、これ入れないんだよ。なるほど。でも最近さ、うん、あれだね、格安 SIM 使う人が増えてきたから、うんうん、このスマホ保険っていうのも知っておいた方がいいかもね、うん、だからすごい安く設定されてる分、うん、そこのデメリットっていうか、うんうん、ちょっと残念なポイントあるけど、うん、格安 SIM ユーザーであれば、うん、めちゃくちゃおすすめの保険かなと思います、うん、ですね、うん。では続いてアメリカンエクスプレスカードに付帯してる、うん、保証になるんだけど、はい、でこれがスマートフォンプロテクションっていう、うん、そのカード自体についてる保証、なんかよくあるじゃん、海外でもし盗難にあった時とか、うんうん、そのカードでね、旅行代とか支払っておけば保証してくれる、保証してくれるっていうやつ、うんうん、まあ、それと同じなんだけど、なかなかね、そのカードで付帯してるもので、うん、スマホまで、ね、適用してくれるっていうのがないんで、これ結構いいなって、使えるなとは思って。確かに、はい、スマホに特化したっていうことだよね。そうです、そうです、うんうん、スマホに特化してる、うん、で保証の対象として、うん、事故発生時点で購入後24ヶ月以内、うん、はいはい、のもの、はい、スマートフォンっていうのと、事故発生時点でスマホの、通信料っていうのをそのクレジットカードで直近3ヶ月以上連続して使っておかないとこれが使えないっていう。なるほどね。じゃあもともと支払いをそのカードに設定しておかないといけないわけだ。そうなんですよ。事故が起こってそのカードでこの保証を使いたいって言っても、これで通信料3ヶ月連続で払ってなかったら使えない、はい、ここはミソだね。そうなんです、これミソですよね。うん、うんうん、一応ゴールドのカードだと、うん、保証の範囲が一応破損、うん、まあ、画面割れとかだったんだけど、うんうんうん、この2022年の4月1日から、うん、どうやらちょっとサービスが拡充されたみたいで、破損以外でも火災とか水濡れとか、うん、あと盗難とかにも使えるみたいですね。なるほど、はい、じゃあさっき紹介してたモバイル保険とかスマホ保険にちょっと近いような、うん、自己負担額っていうのが1事故につき1万円まあ、自己負担で払わないといけないから、他の保証に比べたらちょっと自己負担額は上がるかな、うん、でまあ盗難の時はね、うん、1.5 万円は出るんだけど、うんうんうん、
うん、っていう感じで自己負担額はちょっと高めには設定されてますね、うんうんうん、で限度額が5万円まで、まあ、さっきの iPhone30 Pro の修理交換の金額が8万いくらだったじゃん、うん、ってなった時に結構半分ぐらいは出さないといけない。そうだね、4万出さなきゃいけないか。そうあえてその、なんで事前に申請をするっていうのがいらないから、うん、本当に困った時に、うん、その場で本当に適用条件に当てはまるのであれば、うん、保険が通る可能性が高いってことだよね、うん、前もって加入しなきゃいけないっていうのはなくていいってことね。そうです、このカードを持っておけばっていう感じかな。なるほどなるほど、うん、で、保険の期間が1年間、うん、1年間、うん、なんだけど、うんうん、どうやら1月1日から1年間、ほうほう、リセットのタイミングが1月1日っていう感じで、うん、他の保険はね加入申請が通った時点でみたいなのがあるけど、うん、日付が設定してるわけだね。いろいろ保険を比較してみました、はい、これを踏まえて、はいね、どの保険を自分選ぶかっていうのを考え直してみました、うん、じゃあクレポンは、はい、うん、私はですね、うん、やっぱりアップルケアプラス、うん、おー王道の、はい、王道のですね、はい、まあ、なんでかっていうと、うん、まず窓口、修理の窓口での、うんうん、負担金額安いし、もうその場でもう支払ったら終わりだから、別に申請とか出さなくてもいいし、うんね、そこでも完結するからいいなっていうのと、うん、あとメーカー保証っていうのは、うん、まあ、伸びるっていうのもいいなっていう点かな、うんうんうん、製品保証が普通買うと1年なのが2年に伸びるんだよね。 それはメーカーしかできないからね。逆になんかここはちょっとなっていうのはない結局、うん、ちょっと保証の金額が高い。高いね。そう、うん、月額にしても、うん、その2年間のプランにしても、うんうん、ね、比較してみたら分かったんだけど、うん、高いな、そうだね、っていうのは思いました、うんうんうん、安野さんは何選ぶ？いや私は、うん、スマホ保険。いやあれ良かったよね。でもね、良かった、うん、まあ、選んだ理由としては加入条件である格安SIMを使っているっていうのがまず、うん、大きいのね、一つ、うん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 、で私はそのやっぱ端末代がもうどんどん高くなっていくっていうところで、うん、ただ安心も欲しいから、うん、保険はかけたいんだけど、そこは安く抑えたいの、うん、保険料はやっぱ安くしたい。なるほどね。そう、でも誰しも思うよね、うん、そこね、そう、そう、うん、だからもう安さっていうので、もう本当にスマホ保険はめっちゃいいと、ね、いろんなものをカバーしたいんだったら470円だけど、うん、私は画面しか割らないというか画面割る可能性しかないんだったら200円で収まるんだから、200円で適用できる保険って結構ないと思うんだよね。いや、ないと思う。そうそう、うん、見たことない。そうそうそう、だからね、そこはすごくいいかなって思いました、うん、ただ、まあ、スマホ保険の条件としてもさっきも言ったけど、うん、その格安SIMユーザーじゃないといけないから、うん、ドコモ EU ソフトバンクの人はちょっと加入ができないっていうところもあるっていうのと、うん、あとやっぱりこの保険あるあるで Apple Care と違って、事故が起こった後にいろいろ申請がね、そう、申請がねしなきゃいけないっていうのと、その修理をするときは1回は自分で出さなきゃいけないっていう、うん、っていうのが、まあ、あるけど、そう私は割らんと思ってる気をつけるようになるかもね。あ、そうだね、そうだね中で、あ、自分だったらこれかなっていうのが気になる保険があったら、うん、ちょっと調べてみてもらえたらいいかなと思います、うんうん、私たちがお伝えする情報から変わってることもあると思いますし、いろいろ適用できる条件が細かく定められているので、そこに関しては各ホームページ、うん、概要欄にリンク貼ってますので、はい、そこを参考にしていただければと思います。今後もアップルの最新情報であったり、うん、それにまつわるアクセサリーのレビューであったりしたものを配信していきます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はぜひともチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。